この全体のあれをここに集中させてこうドンっていくやつ相手がポーンって飛ぶはい、区切って置いていたりするので、ぜひぜひご活用ください。長いバージョンとかもあります。ご活用ください。今までの中のお気に入りは格闘家の登場シーンですロックな感じがいいなって思った今日は、料理動画のバックで使えそうな音楽とかあったらいいなって思います料理動画は見ません。何個か見てきました時短レシピ演出エーション1、まずは、1週間分の、料理を、今日作んなきゃいけない。野菜めっちゃいっぱい買って切るの大変だけど、早送りで頑張っていこう女の人が作り置きをしてる動画をのやつですはい、ペダル忘れましたパナラボ。なんかね、ちょっとコミカルなやつはどうかなって思ったんです。きんぴらごぼうって人参入ってますか？パナラボ。あ、そうですね、ちょっとじゃあ本格的料理、中華これ音源にするときはちょっとピアノじゃないかもしれなくて、ドラとか入れちゃうかもどうなの
パナラボ。ちょっとまあ元のなんかことじゃないけど、なんか中国っぽい楽器を探そうかなと思います。実際の音源を聞いてお楽しみにしてください。そうですね。他にまあなんかあの少林寺拳法とか技が出る前とかに使ってもらえたら嬉しいです。あの3人一部屋で泊まったんですけど、あのシャワールームの壁が半透明で、半透明でシャワー丸見えでした。あのシャワーの時はみんな窓の方を見てました。ちょっとだけ見ました。最近は、うん、なんかシチュエーションあのに絞ってやってたんで、何でも使えるやつとかも作りたいなと思ってます。と今度やりたいのは弾いてそれがどういうのに使えるかなって考える、なんかテーマを設けずにまずやってみるとか、そういうのもやってみたいと思います。音源のダウンロードは、下にあります。概要欄の中に、ドロップボックスのリンクが貼ってありますので、そこを押して、音源をぜひダウンロードしてください。しっかりと作るので聞くだけでもしてってください。いいなと思った方はぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。